お疲れ様です。ゆうた14です。今回は、NDL じゃないや、スカイ09戦からパート3、タウンホール中ですね、やっていこうと思います。で、今回は、自分の動画ではなくて、厳選リプレイを5つ選びましたので、そちらからやっていこうと思います。はい。で、まず1個目、こちら。森永ですね。森永もウェルプレイドリーグメンバーなんですが、多分紹介はまだできてなかったと思うので、やっていこうと思います。はい。で、編成はドラコモリですね。アップデート修正で結構弱くなったはずなんですが、まあそれでも使える配置には相当刺さると強いですね。自分ではちょっとまだ研究というか、コモリに関しては、アップデート後のコモリに関しては、まあ自分は使わなくていいかなとは思ってたんですが、こういう、これから見るアタックとかを見るとすごい強いので、まあ、やっぱ研究は必須かなって思います。はい。でまずはクイーンとキングでサイドカットでドラゴンの本体ルートを作るような展開ですね。で時間も結構余裕がある編成になってます。はい。ゆっくりでキングのルートが確保できたのでここでドラゴンをスタートで、今回基本的な編成はこうなるんですが、レイジがだいたいドラゴンに1枚しか使えないんですね。1枚はドラゴンの子じゃないや、レイジフリーズコウモリで裏で一気に使うので、クイーンだったり援軍だったりクロスボウだったり主要施設が序盤でレイジ1枚で済むような角度でドラゴンを刺すと伸びやすいです。はい。あとエースの向きも大事ですね。でドラゴンが向かってきたタイミングで裏からフリーズレイジコウモリを一気にガーッと、でこっち側の対空砲とIT はボマーだけで追っていきましたね。ボマーとドラゴンを追従で一緒に進めていくパターンと別々で使うパターンっていうのがあるんですが、今回の場合はこのドラゴンのルート上こう進む途中にちょっとここがどうしても8時側がどうしても余ってしまうので、そこを兵器で壊していこうというプランですね。すごい量のコウモリ登ってると、で、ドラゴンもかなり残ってると。正直、これ見ても、強いな、以外の感想がないというか、強いですよね。で、ドラゴンなので、援軍を、ポイズンを持っていく必要があんまりなくて、そこもちょっと強くなっちゃってる原因なのかなっていう。アイゴレが流行ってきてるので、ドラゴンの枠数自体も、防衛援軍が出てくる、枠数もかなり減ってきてるのが主流なので、援軍ラバっていうパターンはないですけど、アイゴレで15枠減ってるので、まあ、ドラゴン1匹出てくるってなると、レイジで全然処理はできてしまうので、あれですね、刺さる要因にもなってるのかな、マルチ IT 以外に。今回もまた森永で、コウモリドラです。で、今回もヒーローで両サイドカットして、ドラゴンのルートを作っていくと。でここちょっと多分援軍釣れちゃったのは予想外だったかな。きっと。釣りたくなかったと思うんですが。はい。で、やっぱりアイゴレですね。で、かなり早い段階でレイジを打っていきました。で、これでもうすでにドラゴンには呪文は使えないんですが、こっから押し切っていきます。で今回はあれですね。ボマーは右側、三次側につけて、追従パターンでしたね。はい。で、一気に、マルチ IT を折りつつ、対空砲にも折ると、すごい強い。一本こっち、対地クロスになってるってこともあって、すごい伸びてますね。で、裏から手持ちで持ってったバルーンを刺していく。で、気づいたら、またやっぱりドラゴンは全然死んでないし、コウモリもなぜかまだ生きていると。はい。で最終テスラでちょっとコウモリ自体はやられるんですが、ドラゴンが全然落ちないんですよね、男性。レイジ1枚はこんなに序盤で打ったドラゴンがまだほぼ死なずに生きているっていう状況ですよ。いや、ドラゴン強いな、強いな。あれですよね、今最近、ドラゴン、コウモリだけじゃなくて、クローンを持ってって、ドラゴン、普通のドララ
に援軍から出てきた赤風船をクローンかけて増やして、もう昔ですね、昔マルチ IT じゃない、 IT が回復しない時代にあったドラゴンラッシュみたいなのが今また注目されてる感じですね。そういう前回も増えてきてるみたいです、海外では。で、次終焉さんですね。はい、勝手に改名してました。まあ、こんな下品な言葉で読みません。終焉さんと呼びます。で、今回はクイヒーラバルで、あ、これガクが初見で攻めたやつのなぞりですね。まずはキングでサイドカットをしていきます。で、クイーンがね、しっかりタゲを取ったのを見てからヒーラーを出さないとキングにヒーラーを持ってかれます。で、こっちはベビリカット、はい、で、この水筒のタゲが取れた段階で、多分もっと早くオールブレイカー出さなきゃダメなんですが、はい、でレイジをかけちゃったのでスパーンと抜けていくと、本物を見てなかったんですね。で、ちょっと入りたい区画には入らずって形なんですが、アイゴレはね、このめんどくさいのが弱体化っていうんですかね、ちょっと防衛施設に弱くするように防衛援軍として入れると攻撃者の攻撃能力を落とすという機能がついているので処理自体もちょっと遅くなっちゃいます。で、ここをジャンプでフォローしていきます。まあ、結果的にこの区画にいきなりジャンプで打っちゃっても折れなかったのってこの AS1 本だけなので、ここに入ってジャンプこっちに打ってたと思うんで、多分この AS が折れないだけですね。で、空のルートにしてこの AS は関係ないので、まあ、結果的には全然元からこのジャンプ1本でもよかったなぐらいのルートになってますね、結局。で、まずはボマーでクロスボウまで見てますね、きっと。はい、で、ラバルスタート。まあ、ちょっとバルーンが滝を取っちゃってるんですが、シングル IT なのでさほど影響はなく数でゴリをしてると。で、ヘイスト、ヘイスト。で、気づいたらボマーは全然、まあ、割れずに残ったし、あんなジャンプウォールブレーカー1層目ミスってたんですが、手持ちにバルーン6体だったり呪文も1体残ってる、ボマーもまだ解除しなくていいというかなり余裕な全開になったので今回紹介しました。はい、まあ、クイヒのルートがすごく良かったかな。それとボマーの使い方ですね。ボマー短期で仕事をさせるっていうのが大事で、まあ、ボマーの後ろにバルーンをつけちゃう人が結構最初の方目立ってたんですが、それってあんまり意味なくて、ボマーと同じとこに進ましてもちょっとあんまり意味がないので、まあ、短期でいろいろやらせた方が多い、いい場合が多いですね。あ、先にやっちゃう。はい、続いてはフェデラー君です。エクイヒーホグ、まあ、これはメディックかな、が 99% かなんかのと一歩をなぞりになってます。あ、そうですね、あとゲーム音がちょっと今まで見ててすごいうるさくて、音量域にとってもかなり大きく入っちゃうので、今回から消す、前回から消してたかな、ちょっと消すようにします。はい、ゲーム音はちょっとうるさすぎた、見てて自分で自分の動画見てうるせえなって思っちゃって耳障りだったので、ゲーム音消させていただきました。はい、まあ、なんか別にあれですね、動画撮るときにもうちょい環境変わったらゲーム音も入れて大丈夫な状況になるかもしれないんですが、今の段階だとうるさいだけなので、ゲームを消して、BGM を入れていく感じにします。で、今回ウォールブレーカーで援軍が釣れるんですが、このクロスボウを打つタイミングでウォールブレーカーを出さないといけません。で、フォーミング会場用のバルーン、
このバルーンが面白くて、ちょうどアイゴレが割れたタイミングなので、死んだはずのバルーンの残像がずっと残ると。初めて見ましたねこれ。でまたアイゴレと戦うと。すごい遅いんですよね処理が。クイーンが弱くなっちゃうので。で今回これヒーラーまでアイゴレのフリーズ機能が入っちゃったので、ちょっと危なくなります。でここでこのタイミングでクイーンと当たるとちょっと大変だなと思ったのか、毒でフォローしていきましたね。でボマンを盾に保護展開。そこね、巨爆とマルチ IT によって最初に出したホグは結構潰れちゃうんですね、まあ、ここですよね。だからボマーだけでいくのか、ステールもうちょい少量でいくのかっていう判断、ヒールを打ってもっと増やすのかっていう。そうするともう少し伸びたかなと思います。で援軍ボマーから出てきたホグと再度散らしていたホグを最後合流して、あとは単体施設しかないので数で戦っていこうって感じですね。でこの辺が結構時間が、メディ君の動画のアタックも 99% で、結構ユニット自体は残ってたんですが時間が切れて終わってしまったので、今回は逆サイドからしっかりビズだったりアチャだったり回収の意識をしっかり持ってやってますね。で前回というわけでラスト、ラストは赤畑くんです。どうせない、まあ配置見た瞬間にクイヒールートはまあそこでしょうねっていう感じではあったんですが、合わせるものがラバコウモリだってちょっと面白いので、まあ結構前に紹介はしたと思うんですが、赤畑くんのクイヒーのジャンプでラバコウモリっていうのは、うん、面白いかったですね。まあ、クイヒーベビーラッシュだったり、ちょっと変わった編成をやりたがるわけじゃないけど、うん、やりたがってるのかな。多分好きなんでしょうね。こういう編成、ちょっと変わった編成で攻めるのが多いですね。まずはこの水と4つ折れる。このルート、しかもクロスボウ3つとマルチ IT まで折れるっていうルートですね。ここベビーでカットしつつキングを一緒に入れていきます。ここまでレイジゼロで進めちゃってるのかな。1回使ってんのかな、これ使ってないな。はい、でこの火力2個、火力系2個レイジ温存のためにキングを立て使ってますね。でここで1個目、時短にもなりますね。この赤畑くんのプランは結構クイヒーを長く使ったり本体パートを長く使うことが多いので、結構時間が課題な感じかな。そのために今回はキングも一緒に入れて時短にしてますね。でアイゴレが、そうアイゴレで全然進まないですね。キングが盾として、盾としただけで死んじゃいました。で今回ボマーを裏から、この中にライドラが入ってます。でここのシングル IT とクイーンの処理を使っていきます。でラバルを展開しつつコウモリで、ちょっとねバルーンが到達するには遠い距離なので対空砲2本だけにコウモリに行ってきました。でクイーンと中間地点にあったシングル IT とかはライドラが処理してくれて、気づいたらまたコウモリが無双している状況に。いや強いわ。コウモリの弱体化って生まれてから、発生してから攻撃するまでの時間が遅くなったり出てくる体数が減ったんですが、そこをラバですでにタゲが取れているので、そう、それに水道がなかったので単体施設しかないんですよね。なのでその発生時間の遅さ、攻撃時間までの遅さっていうのをそのラバでタゲを取ることでフォローしていて、ここですね、大砲とか対空砲しかないんですよね。 AT が少しあるんですが、まあ対空砲と、うん、コウモリにダメージが
殺せるやつがいないので、でこっちもクイーンはライドラが処理していると。で対空砲4本残ってラバ2で回すプランなんですが、まあ結果的にはコウモリだけで押せちゃうっていうのはそこが原因ですね。なのでコウモリ対策ってちょっと難しいんですが、対空砲に単体施設だけを集めても良くないし、水塔を絡めてもラバで水塔の滝が取れちゃうので、ちょっとタンホール中の防衛は難しくなってきてるところですね。まあマルチ IT をうまくどう使うかっていうのが多分肝になってくるとは思いますが、はい。というわけで今回動画ちょっと長くなっちゃいましたが、5本の厳選リプレイでした。ありがとうございました。Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize.